利口はない。はい、企画について説明していきますよ。まずあの5つのゲーム対というごとに2名ずつプレゼントを送る人が決まっております。いわゆるプレゼンターですね。で残りの8名の中の誰かに向けたプレゼントを用意してます。この辺は個人配信で作ってもらったと思います。でプレゼントを送る人からプレゼントをもらう自信があるライバーは立候補していただきます。ご自身で。なるほど。それはこれはなかなかですよ。こいつは俺のために作ってくれてるって思ったらもう手を挙げてください。そう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 、もらえるって思ったら挙げてください。いかつ大丈夫それ勘違いをするありますよ。で立候補して見事プレゼントをもらうことができたら両思いとなって立候補した人です。プレゼンターではなく、はい、立候補した人が Google プレイポイントを1万ポイントゲットすることができます。しかしあのすいませんけど、はい、立候補したけど、はい、選ばれなかった人はちょっと片思いということで、あのグーグルプレゼントライフ片思いってそんなにいけないことですか。間違いしたら重たいんで手を振ってお願いします。ちょっと大賞はライフで受けていただいてマイナス1000ポイントいただきます。マイナスなの。でこれだけじゃございません。せっかくプレゼントをプレゼンターが用意してくれてたのに、うん、そんな気も知らずに立候補しなかった人、そんなひよった方にはちゃった。うわ、こちらご覧ください。あれリコリのひよこ、これですね。これひよこを乗せられて、さらに Google プレイポイントも2000ポイントマイナスされちゃうよ。こうなりますので、まあ、立候補するの怖いかもしれないけど、ひよっちゃうと、ね、あの片思いの時よりも引かれちゃいますから。勇気出せってことですよね。勇気出せってことですよね。気づいてるはず。リズはもう常にファンで背負ってるってことこれ。あーマイナス2000円。確かに。いや私別にひよってことですね。ひよってるからひよこつけてるわけじゃないわ。マイナス2000円。これは違うわ。マイナス2000スタート。私はしかも誰からももらえるチャンスないんだわ今日。緊張する。こういうの。じゃあコウさんからプレゼントマシンを送られると思った方は立候補をお願いします。誰かしろ。いない。誰かしろ。遊びだったんだ。遊ばれたな、うずこ。あんまりこうさんをもてあそばないでください、皆さんは。おおいずれ恐らぬ坊さんたちが残りましたね。候補されるかが一番緊張しますね。プレゼンターは聞いておいた方がいいですね、この意見は。そうですね。それじゃあまず順々に理由とか聞いていこうかな。聞きましょう。まあちょっと聞くまでもって感じはするが、リリムさん立候補理由とか。他の人を選ぶ理由がない。すごい。すごい。いや馬鹿にしてんのか逆に。他にいないだろみたいな。違う。信じてるよ。なるほど。じゃあ続いて花畑チャイカ。まあこの中でね唯一ね、うん、コートは同期だからね。同期ですからね。一番長いと言っても過言ではないですね。絆があるから俺たちには、うん。なるほど。ありがとうございます。そしてイブラヒム。まあ、最近よく一緒に配信で遊んでたんで、確かに多分確かに時期的にも結構旬か一番になったと思うよ。今旬だし旬の男一番俺がいいんじゃないかと。そう暑かったですね。あるんでね、まあ、一応手挙げときました、うん、なるほど、なるほど。じゃあここからがいよいよ緊張のプレゼントタイムになります。はい、誰にプレゼントを送るのか、じゃあコウさんから発表していただいてもよろしいですか。わかりました。お願いします。やべえこれ結構ドキドキするんです。そのとこで3分の2に申し訳ないわ。もう3分の2に振るか今から振ります。あもういいんすか。なんかあのね緊張が長引くってみんなの。違う皆さんとかよ。振りがね振りがね、はい、あじゃあもう一回振りますちゃんと、はい、コウさんお願いします。はい、俺が、プレゼントする相手はあるのか。あ俺らいる。あるかな、あるかな、あるかな。リリムちゃんです。すげえ。さすがや。いや
ご自身の初シャットだな。さあ、そして立候補したのに選ばれなかった皆さん、お前らは片思いです。いや、想像の倍ぐらいはずいな。コールね。コウさんとリリムさんは見事両思いでした。すごい演出だ。やだ、これ攻めてない。攻めてるね、これ攻めてるね。まだこれあと 4タイトル分あるから、みんな全部やんなきゃいけない。4タイトル2プレゼンター分あるから。まだお利口だからみたいなとこあるよね。まあそうだ。ということでメッセージが表示されましたので、これ適当じゃねえか。これまあ一応ね、コウさんじゃ読んでもらってもいいですか。あ、はい、若いのリリムへ。なんでこれは。ヤッホー。挨拶。伊豆急行より。待って、それだけ？それだけです。え、何それ？言葉いらないってことじゃない？まあね。あ、そう、いい色だ。一周回ってなんかいいわ、なんかいいな。いや、本当にひどいですよ。私もね、さっさと次行きたいんだけど、進行上聞かなきゃいけないんだよな。聞きましょうよ。はい、何の理由、ヤッホーの理由ですか。違うわ、そんなこと聞きたくない。コウさんはなぜリリムさんにプレゼントマシンを送ろうと思ったんですか。あ、それはですね、このオファーを受けた段階でそういうことだろうと思ったからです。そういうことだろう。一方で片思いになってしまった皆さん、現在MC とはいかがですか。MC もやりたいわけじゃない。別にどうでもいいよ。次行こうぜ。片思いやっぱちゃんとやっぱ気になるから自信持ってたのに大丈夫。普通になんかくどくないですか。ちょっと HP やばいか。HP を削る速度、なんか考察チームが速いように見えるけど、ちょっと HP やばいかも。速いって削られる側。え、ちょっと待って、1ステージ目ワンキルした。ちょっと待ってください。ちょっと少々待って。あれなんか左画面なんか終わってね。なんかねあれなんか負けてない。うずこ、あれゲームオーバーって出てますよ。そんなすぐゲームオーバーできるようなんですか。あれこれ無の時間を過ごしてるから切なすぎない。切ないんだけど。こうチームあんなね、ジャズでストライクがねえの。両思い叩き出したので、あの二人も呼んであげようよ、ここに。もう何もすることないからね。移動した方がいいんじゃないか。楽しい顔してるよ。まだ続いてますか。なんか喋ってんのかね。向こう喋ってんのかな。ね、向こうの空気が気になりますね、正直。どうか。いや、これそのまま待機してもらおうかな。カルサに正解だったから。いや、俺のせいじゃないって、これ絶対。喧嘩をやめて。いや、違う、俺ワンキッド。俺、どうや。あ、さゆきさん。リームちゃん。すごいストライクショット。ナイスパーフェクト。頑張りゃいいってもんじゃないんだよ。嬉しいコンビネーションで。頑張りじゃないんだよ、これは。経過時間1分13秒。原因じゃないでしょうか。勝つか負けるかなんだよ、これは。マップが変わって1分経過しております。喧嘩やめて。次ボスよ、次ボスよ。ちょっと5000ポイント俺たちのもんだ。喧嘩の光景が順調でしょ、順調。これやべえ、やべえ。ちょ、負けないで、負けないで。こっちで頑張って。何してんの。ホストを楽しむ心が大事だから。あ、はい、確かにそうですね。ゲームを楽しむ心は大事。素晴らしい。大事だけど、ちょっと負けないでね。ヒヤヒヤしてきたから。いいよいいよ、順調で。あ、素晴らしい。セカンド、セカンド。やってやってて。ありがとうございます。喧嘩、ずっと喧嘩してたよ。ナイス。終わりました。我々のタイム何分でしょうか。諦めない、諦めない、諦めない。ちょっと待ってくださいね。ここでちょっとお知らせがありまして、さゆくささんチームの勝利ということで、リオさんたち、コウさん、ケンコさん、ヨウさん、もう4分、コウさん、リリムさん、すいません。モンストを楽しむところから天の声聞こえてますか。すいません、聞こえてます。あー、楽しむ気持ちが大切だから。画面切り替わっちゃってるのよ。何が勝ち負けだ。遊びたい人と、遊びたい人とね、遊ぶ企画ですよ、これは。映ってないから楽しい。ちょっと負けない人はね、静かにね。あと勝敗の基準についてちょっとバタバタしちゃったんですけど、リリムさんからプレゼントマシンが送られる自信のある方は立候補をお願いしたいと思います。ドキドキ。おー、早い人が。おー、早い。そこまで。これでいいですかね。あれ？斉藤じゃない
ですかこれ。これもうサイドですね。35名はい、行きましょう。じゃあコウさん離婚した理由とか。俺以外いないでしょ。おい、お返し来ると。そうかな。おや、そうでもないかもしれない。ちょっと自信をなくしちゃいましたけど、でもあると思います。じゃあ椎名さんどうですか。お利口はない。はい、断言。ただのアンチ心からということで、チャイカさんどうですか。お母さん一度もプレゼントもらったことないのまだ。そうですね、まだゼロですからね。欲しいですよね。親族の方も賛成しております。ということで、じゃあヨルミどう。今日ね、やたらと目が合うからそういうことなのかなって。なるほど、匂わせがあった。そういうのありなの。これは運命です。多分目が合ったのは控室で谷向かいの席だったからだと思います。じゃあ次アルス。デートしたことあるから選んでくれるかな。おお、なるほど、信じてるよ。さあ2個目を狙っております。強欲ですよ。強欲に行こう。はい、それでは準備できてるかな。リリムさんお願いします。お願いします。はい、優がプレゼントする相手はニコロ。まだ。おめでとう椎名さん。なんか息荒くない。おめでとうございます。見事両思いです。保護色かということで、グループプレイポイント。選ばれなかったお前ら。はい、お前らありがとう。顔のバリエーションあるなお前ら。君たちは残念ながら片思いになります。1000ポイントマイナスです。あらごめんね。なんとなくそんな気がした。うずこ、そんな気はしてた。もらうだけもらうんだろうなって気がしてた。まあそこも含めて理解度高かったけど、今回は残念でしたね。残念でした。ということで、リリムさんと椎名さんは見事両思いでした。おめでとう。平和平和、素晴らしいと思います。素晴らしい。おや、ということでメッセージが表示されたので、リリムさんに読んでもらいます。はい、椎名お姉ちゃん大好き。あらら、可愛いですか。よかった。よかった、本当に。どういう偏見がすごいな。よくないですよ。いや、なんかワンちゃん怒るんじゃないかなと思って一瞬。違う。やっぱ家族の愛。そうだよね。家族の愛って言うとちょっとちょっと角が立つね。受け取れなかった親族もいる。では続いて片思いの皆さん。いかがですか。この時間やべえよな。俺の離婚は、離婚はないです。あ、俺もない。なかった。なかったんだ。いや、コウ君からのプレゼント嬉しかったよ。ないよ。おかしいな、さっきまで両思いだったはずなのに、なんか一気に片思いだったな。一瞬にしてこんなことになっちゃう。一瞬にしてこうなるんだな。終了。あれ、あれ何これ。ビジレジは何なんだよ。私たち違うだろうなと見せかけて、しゃべらんしさ。なんか言え。何もしゃべらん。いやいや、あげてる、もしかして。仕方ないね。なるほどね。いや、もうだから、あのちょっと頭大きい、ある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 肩幅でかい、チャイカさん、後ろだって。チャイカさん、ずっと後ろ。じゃあ、順番に聞いていこうと思いますよ。チャイカさん、どうですか。そう、まあ、どうせ私だろうね。おお、自信あり。ちょっと心に余裕があります。さっき成立してるからね。さやかさんはどうですか。シーシー待ってんで。さっきな、でも冷たくなってますね。さっきやっぱ諦めさせへんで。いやな、悪い音。いやいや、最悪。お待ちぶり。諦めさせへんで。リリムさんどうかな。いや、イーズはさっきやっぱシーシーを選んだから、シーシーも選んでくれるんじゃないかなって思ってます。それはどうかな。お前、宇月光に何のこと、どういうことを言ってんだよ。ちょっと自分の行動を思い返してほしいですけど。本当だ。何だったかな。りつきさん。はい、私はクリスマスツリーを一緒に作ったことがあるので、いやー、ワンちゃんね、あるんじゃないかな。言ってよ。あれ言ってよ。言ってよ。忘れてる。まだ時期的にクリスマス近かかずですね。ヨロビさんどうですか。え、もちろん選んでくれるよね。大丈夫ですかこれ。だんだん後がなくなってきたヨロビ。ヨロビはははしてますけど、まるまるどうかな。
やっぱあの丸いって共通点があるとね、仲間意識が芽生えるかと思います。はい、ねえよ、ある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 、まだ万一ってこともあります。コウさんどうですか。うずこ、なんでやねんがあるので、あー、なるほど、これでいきます。え、それ何それ。分かってない。どん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 フラグ折れてますから。しかも何言ってんのか分かんない。あの多分あのコウさんを選んで、いや意外すぎる、なんでそこやねんっていうこと。そういうこと、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 そういうこと。あー、なるほど。あー、ないということだ。これないか、これないか。じゃあイブラヒムさん、いや、エイペックスレジェンズモバイルってゲームやってみてえなって思って。やりたい理由が深刻でしか興味がない。もっとあるやろ。やろうよ俺と。思い出が薄いよ。ちょっと ね、あんまりないかも。準備はできてますか。はい、それでは椎名さん、よろしくお願いします。はいはい、私がプレゼントをする相手は感情が入ってきた。保護色か。何ですか何ですか。魔界のリリベル。それでは椎名さんとリリベルさんは見事両思いでした。おめでとうございます。本物ですよこれ。本物だね。偽物ありあるみたいなのやめてください。じゃあ椎名さんメッセージの方を読んでもらっていいですか。なんだろう、なんだ、ドキドキ、あら、魔界のリリムへ、アホバカお猿。お猿椎名ゆいかより。え、ツンデレってこと。落ちてくる。いやでも、うん、シーシーってやっぱ交流がめちゃくちゃ広いじゃないですか、うん、でもそこの中でイムを選んでくれたのはガチです。これはあー、うわー、騙されてるね。リモートのレイヤーさんがいるわ。騙してらっしゃる。言われてみたら照れ隠しなような気もしてきた。素直になっていいんだよ。ありがとうございます。またここで2時間半待ったからね。そうね、満を持して、満を持して、じゃあイベラヒムさんからプレゼントマシン送っていただこうと思います。はい、これもらえると思う方は立候補してください。さあ終了。あれ、これ見たといいんですか。いや、なんか逆に失礼かなみたいな。どういうこと。ここまで戦ってきたイブラヒムに対して失礼かなと。逆にね、中途半端な気持ちで受け取れないです。なるほど、はい、3人ってことでよろしいですか。1、2、3名、3人だ。もっと、もっと手挙げない。さあ、アルスが手を挙げましたが、あと、フォーカー、あ、全員だ、あ、全員だ、ありがとう、全員だ、行こう、全員で行こう、行こう。ありがとうございます。コウさんはどうですか。今年は俺だ。おお、今年は、今年は、ね、お前はくれなかったけどな。俺は悩んだぜ、まだ。くれなかったけど。じゃあイブラヒムさん、お願いします。はい、俺がプレゼントをする相手は、うずきコウです。作ってやったよ。で、コウさんおめでとうございます。心が痛いぜ。見事、両思いということで、グーグルでポイント、1万ポイントゲットです。おめでとうございます。はい、逆に立候補したのに選ばれなかった方々、残念でした。まあ、残念だ。なんか、カレーなんか、着込んでるね。帰る準備してないです。帰ります。悲しそうな顔。悲しそうだ。帰ります。ということで、イブラヒムさんとコウさんは見事両思いでした。ありがとうございます。俺もちょっとひよっちまったとこあるよ。まあ気にすんなって。友情、いや大人、大人だよこれ。いい。お、じゃあイブラヒムさん呼んでもらっていいですか。はい、うずひこうへ。なあうずひこう。お前最近ポケモンハマってるよな。俺と一緒に12月12日の番組でポケユナやらないか。返事待ってるから、いつでも相談してくれよな。
イブラヒムより。なんか当日そうだ。怖いな。なんでもらえなかったやつ文章投げんだろ。なみなみならの思いがね。めちゃくちゃ面白いけど。では開封いきましょうか。